グレートウェスタン鉄道2900系蒸気機関車。グレートウェスタン鉄道2900系蒸気機関車は、イギリスのグレートウェスタン鉄道 GWR が製造した旅客用テンダー式蒸気機関車の一形式である。各社の固有名から、セイント級あるいは、セント級とも呼ばれる。20世紀初頭、機関戦争を経て、前線の標準機への改め機が完了したばかりの、 GWR において第二次世界大戦後の国有化までの約40年間に同社が製造した旅客用蒸気機関車すべての設計の基本を隠しただけでなく他のイギリス四大私鉄各社でその後設計された旅客用蒸気機関車の設計にも大きな影響を及ぼしたイギリスの蒸気機関車発達市場において特に重要な形式の一つである 1902年にグレートウェスタン鉄道の機関車、総監督、ローコミューティブサプリンテインデントに就任し、その後1915年に改祖で、技師長、チーフメカニックエンジニア、CME となったジョージ・チャーウォード、機関車総監督、CME 在任機関、1902年から1922年によって設計された。チャーチーウォードは、 GWR の蒸気機関車製造と保守を一手に担っていたスー・インドン工場長を長年にわたって務めており、四半世紀にわたって GWR の機関車総監督を務めた前任のウィリアム・ディーに次ぐ GWR 技術者のナンバーに、として機関車総監督就任に先立つ1900年頃から独自の構想に基づく機関車の設計を始めていた。彼の設計は、 イギリス国内だけではなく、同時期のアメリカ、フランス、ドイツなどの各国の鉄道会社での最新蒸気機関車設計について、広範かつ慎重な比較検討を行った上で、今後の GWR における機関車設計の徹底的な標準化、規格化を念頭に置いて計画されたもので、非常に革新的な機構と伝統的な設計の混在するデザインとなっていた。 しかも慎重なチャーチブオードはこれを直ちに量産せず、まず1902年から1903年にかけて順に、ノース100.98171と不満された3両の試作機を数ンドン工場で製造した。これらは二軸ボギー式の先台車と3つの6フィート8、1、2インチ系の道輪よりなる、テンホイラー。 または西と呼ばれる高速運転に適した軸配置を採用しており、客車の大型化などによる、牽引列車の重量増大と列車運転速度向上の双方の要求に対応できるように設計されていた。一方、加熱装置の一般化前夜にあたる、この時期、海を隔てたフランスの有力施設の一つであった北部鉄道では、1885年より、 ミュルーズ市のアルザス機械製造会社議市長のアルフレッド・ドゥ・グレーン式複式4機等機関車が大きな成功を収めつつあった。特に1900年より製造が開始された2.6型と呼ばれるアトランティック型軸配置または2バイト1の新型機関車は大きな成果を上げ各国鉄道技術者の注目を集めていた。こうした国外の新型機設計について 情報収集と研究に余念がなかったチャーチウォードは、早速フランス流の最新機関車設計のサンプルとして3両の機関車を、削無社へ発注、ノース、102から104として、GWR 線上で試験を開始した。これらのうち、脳の2.6型に準じた仕様を備える、ナンバー102ラフランスと比較する目的で、 チャーチブオードは、心臓間もないナンバー171アルビオンを、短式に気筒のままアトランティック型軸配置へ改造し、さらにナンバー172クイックシルバーとしてやはり、アトランティック型軸配置の試作者をもう一両、スーイドン工場で追加製造し、徹底的な比較試験とデータ収集を行った。こうした一連の性能試験の結果、本形式の量産者は、 単式日頭の点ホイラーとして製造が行われることとなり、上述の4両の試作者を量産車と同じ仕様に、改めたものを含め、合計77両の2900型が、スウィンドン工場で製造された。なお、こうした状況で最適な軸配置を決めかねたのか、量産初期の18両、ノース、173から190は当初、ノース、 171.172と同じ軸配置、4から4から2として製造され、後に天砲イラーへ改造されている。本形式は、設計面でも、運用面でも、大きな成功を収め、ここに、GWR の初代主任技術者である、イザムバードキングダムブルネルが創始した7フィート1、4インチ機関を、捨てて、標準機関へ、全面改め機された、新請。 GWR による以後の蒸気機関車設計の基礎が確立された。記載ダニエル・グーチの残した超高機用、シングルドライバーの影響から逃れられず、またその人気の大半を GWR 路線網の改め機工事に奔走した、ウィリアム・リーンら二人の専任機関車、総監督時代ものとは全く異なる。 設計当時のアメリカをはじめとする各国の最新型蒸気機関車を参考にした完全新規設計となっている。アメリカ風の一体中高性シリンダーブロックを伝統的なイギリス流の板大枠に組み合わせ、これらの上にウェールズ産高火力力生炭の使用を前提とするベルペア式の強化室を備え蒸気ドームを省略た独特の形状のボイラーを乗せ、 ここからの蒸気を大枠の内側に組み込まれたスティーブンソン式弁装置によって各気筒へ送り込んで80.5インチ系の動輪を駆動する本形式の基本デザインは短くほとんど屋根もない運転台や外から見えない弁装置の採用もあって一見ひどく古風かつ簡素な印象を与えた。だが当初のものでも1平方インチあたり200ポンド あとのもので1平方インチあたり225ポンドに達する。この時代のキセル式ボイラーとしては、高圧のボイラーから送られる蒸気を、ピストン弁の使用を前提として長いバルブモーションや、ピストンの全工程の20%以下の短い、カットオフといった特徴を備える、弁装置によって2フィート6インチという長い工程、備える、各シリンダーへ送り込む、各部機構は、 大量の蒸気を動力に変換する上で非常に高い効率を示した。この弁装置は本形式以降に日本以外の世界各国で設計製造をされた高速旅客用蒸気機関車群、特に加熱式ボイラー採用開始以降のそれらの大半に大きな影響を及ぼす非常に先進的かつ蒸気機関車発達市場でも特に重要な意味を持つ設計であった。 本形式や同時期設計の貨物機であるコンソリデーション型軸配置または 1D の2800系などではその設計について標準化、規格化が強く意識されていた。これらはいずれも同じ基本構造、設計による板台枠を採用し要求性能に応じてあらかじめ工程、シリンダ系を違えて複数のモデルが準備された中高性シリンダブロックや 異なる直径の動輪の中から適切な仕様のものを組み合わせて、選択、さらに同型のボイラーを搭載することで、それぞれの要求性能を充足しつつ、機関車設計の標準化や搭載機器、部材の共通化を実現し、製造、メンテナンス双方のコストの低減が図られた。本形式の設計上、特に重要な意味を持っていたのが、チャーチウォードによって、 白紙状態から設計され、後にナンバー1型と命名された標準規格ボイラーである。チャーチウォードは本形式の量産設計の前に製造された合計4両の試作車、特にナンバー171までの3両で、ボイラーの燃焼効率について最適解を得るため、様々な設計を試み、最終的にアメリカ流のベルペア式過失が印象的な円錐形。 コニカルワゴントップボイラーを持って一応の完成とした。このボイラーは車両限界の厳しい制限の中で極力大きな直径の感動を実現することに注力して設計された。そのため蒸気道具さえ搭載されず感動上にはクラック弁による注水機構を搭載するのとシンプルな外観となっている。もっともそのシンプルさに反してこのボイラーは 短式日灯の本形式や2800型では、あり余るほどの蒸気発生能力を備え、続く短式4気灯のより強力な、急行旅客列車用機関車であるスター級にもそのまま採用された。さらに、チャーチウォードの公認 CME であるチャールズ・コレットの元で本形式の設計をほぼそのまま流用して、設計された短式日灯の可却機である4900系。 ホールやコレットの公認であり GWR 最後の CME となったフレデリック・ホークスワース在任期間1941年から1947年がホール級を改良した6959系改めホール級などにもこのナンバー1系ボイラーは採用され続け GWR の標準型蒸気機関車用ボイラーとして40年以上にわたって 新製蒸気機関車に搭載されるという異例の長期生産実績を残した。この間、1910年には加熱装置の搭載で、さらに性能が向上。コレットやホークスワースの時代にも連想ブラストノズルの採用をはじめとする煙室部の設計変更による通風性能の向上や加熱装置の設備直しなどによる燃焼効率や熱効率の改善が追求され、 続けた。また、このナンバー1系の設計を基本としつつ目的に応じたスケールダウンモデルが複数設計され、ナンバー2型やナンバー3系あるいはナンバー4型など、チャーチウォードの CME 在任期間中に設計された機関車各種に集中的に搭載されている。さらに、スター級の強化版である4073系。 カースル級のために設計されたナンバー7型やナンバー8系、6000K、キング級用のナン、no. バー1 2系、それに GWR として最後の新規設計された蒸気機関車用ボイラー R ナン、no. バー1 5系、1 0 0 0カウンティ級など、コレットとホークスワースが CME の時代に設計された新型高性能ボイラーもすべてナンバー1系の設計をもとに拡大、改良されており、 このナンバー1型は、名実ともに、改めき以降の GWR を代表する、傑作ボイラーであったと言える。加えてこのナンバー1系の設計の要定は、コレットが CME の時代に GWR からロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道、LMS へ移籍し、同社 CME となった、ウィリアムス・テニアーによって、LMS へ伝えられ、 使用する石炭の品質さなどの事情から過失部の設計こそ大きく異なっていたものの、ステニアーが手掛けたターボモーティブをはじめとする LMS が国有化されるまでの間に製造された一連の同社向け蒸気機関車用ボイラーの設計にも大きな影響を与えている。本形式の量産車はノース173から190後に ノース、2973から2990へ、海板2901から2955が、スーインドン工場で1905年から1913年にかけて製造された。なお、前述の通り4両の試作車は量産開始後も、データ収集のために、様々な構造のボイラーを使用したが、前車とも1913年までにボイラーを、 量産品のナンバー1型へ換装、アトランティック型軸配置のノース171.172についてはテンホイラーへの改造を行うなどした上で、量産化改造と改版が実施され、本形式に編入されている。本形式そのものの量産は通算77両を数えたところで打ち切りとなったが、前日の通り本形式の2925号機、 セントマーチンを1924年に改造して、テストの上で、価格機であるホール球として1928年より1943年にかけて258両が製造され、さらにこのホール球を改良した改めホール球が1944年から1950年にかけて71両製造されており、いずれもその主要部分の設計は一切変更されていない。 つまり、運転台の大型化による乗務員の居住性改善など、多少の仕様変更はあったものの、45年間に合計406両が、基本的には同一設計のままで製造が続けられたということになる。いかに保守的なイギリスの鉄道でもここまで長期間にわたって、同じ基本設計で量産が続いた例は他になく、その先駆けとなった。 本形式の設計の優秀性と GWR における標準化の徹底ぶりが伺いれる。本形式は GWR の主力機関車の一つとして大量導入され、シンプルで扱いやすく、しかも規格化された構造ゆえに運転、保守の双方から好評を博した。廃車は1931年のナンバー2985。 ペベリル・オブ・ザ・ピークを皮切りに順次進められ、1953年までに全社廃車解体処分された。前日の通り、本形式は GWR を代表する重要な形式であったにもかかわらず、全社数ンドン工場で解体処分済みであり、現存しない。ただし、現在ホール級の保存車の一両を改造し、本形式の仕様とするという、 ホール級の開発プロセスを逆行する方法で本形式の復元を図る計画が進められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。